安城七夕祭りは愛知県安城市において1954年から行われている祭り行事。主催者は安城七夕祭り協賛会であり、協賛会の会長は安城市長である。JR 東海道本線安城駅周辺の商店街を中心に毎年8月の第一週の鐘土日の3日間に開催される。七夕の竹飾りは千本に及び、 期間中は100万人を超す人が訪れる。かつて地元では、仙台七夕、湘南平塚七夕祭りに並ぶ日本三、大七夕祭りの一つと主張していたが、2009年より、日本三大から、願いごと日本一へとコンセプトを変更。安城七夕祭りは竹飾りのストリートが、日本一長いと言われ、同様に短冊の数。 願い事に関するイベントの数も日本一である自負があることから、これこそが安城七夕祭りの長年にわたる歴史の中で培ってきた財産として願い事関連のイベントを充実させることに比重を置いている。また同週末には隣接する岡崎市で岡崎城下家康高夏祭りが開催されている。ただし金曜日が7日に当たる場合は、 岡崎市の夏祭りは花火大会の日程に合わせるため同時には行われない。岡崎の花火は安城七夕祭りからでも場所によっては見ることができる。2009年より願い事の聖キーボー公式マスコットキャラクターとして願い事日本一と書かれたロゴを公式ロゴとして正式に採用している。太平洋戦争が終結した昭和20年代。 安城市発足前の安城町において、地元の活性化を目指した商工会による夏行事として、花火大会や商店街の大売り出しが行われていた。1952年、市政が敷かれ安城市が発足。1954年、本町の商店主で構成する本町発展会が中心となり、本町の津島神社の祭礼に合わせて夏行事を基本に、 七夕祭りの企画が提案され、他の商店街を巻き込んで、第1回目の安城七夕祭りが開催された。第1回目の祭りは成功を収め、これを受けて毎年開催されることとなった。1959年からは安城七夕祭り協賛会が発足し、祭りの計画、運営を行う形とされた。1978年には、 日本商工会議所主催の全国郷土祭において安城の竹飾りを披露。これを契機に全国にその名を知られるようになった。1987年までは4日間の開催だったが、1988年からは3日間の開催に変更となった。2003年には開催50年を迎え、来場者数は過去最多の127万人を記録した。 2013年には一本の笹に吊るされた最も多い短冊のギネス世界記録に挑戦した。祭りの開催中には認定員がすべての短冊の確認を行うことができず、一度お預けとなったが、その後12月24日に13,809枚で記録更新を達成した。2020年4月20日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、 安城七夕祭り協賛会の神谷学部会長は、この年の開催中止を決定した。2021年4月23日、市や商工会議所などで作る協賛会の関係者が2年連続の開催中止を決めたことを、中日新聞が報じた。ありがとうございます。